はようございます。おはようございます。ババゾノさん、はい、ババゾノさんのベビちゃんは、はい、NHK のお母さんと一緒の、はいはい、誰が好きなんですか。どのコーナーが好きとかあるんですか。ガラピコプーっていうね。ガラピコプー、ガラピコプーっていうコーナーがあって、それいわゆるそのそのなんか着ぐるみみたいなのが出てくるコーナー。ほうほうほう。そこが好きなんだ。そこが好き。はあ、かわいい。なんか着ぐるみさんって、いや着ぐるみって言っちゃいけない、妖精さんたちなんですかね、はい、そういうのが出てキャッキャッこうしてるのが好きなんですね、はい、そう。私の時代グーチョコランタンでしたよ。それがあったグーチョコランタン。グーチョコランタンっていうなんか名前、スプーとかそういう。ああ、なるほどね。あのね、みんなも知ってるでしょ、スプーとか。あのお姉さんがすげえ衝撃なやつ書いちゃって。あ、俺はニコニコプン世代だから。誰ニコニコプン知らない。誰ニコニコプンとかやるやつ。ちょ、ジャジャマルピッコロポロリ知らない。知らない。え、知らない。何それ。ああ、やっぱこれなんですよ。これはね、ジェネレーションギャップ。ね、そんなね、どうでもいい話を挟みつつ、はい、今日やるアプリはこちら。だいぶ挟んだ。今回はボトルフリップ、はい、ボテレフリップです。はい、中学生の読み方。インポッシブルボトルフリップね。イエス、そうです。さすが先生。不可能ってことですよ。これをね、やっていきたいと思います。ちょっとね、こちらやってみると。お願いします。レッツプレイ。これね、ちょっと1クリアしちゃったんで2やろ。はい。これは上にね、なんか掃除機が。ボトルあるじゃないですか。ボトルありますね。これをね、こうやってね、飛ばしてね、こんな感じで、ぴょんぴょんさせていく。スタイリッシュ。スタイリッシュな。オーマイガッド。オーケー、オーケー。でもね、これどこに乗っていくんだ。多分あの、なんか、あれじゃない、スピーカーみたいなところの。これね、言っとくけど、みんなね、めちゃくちゃ難しいから。さあ。ちょっと待って、ここにね、よいしょ。おー、うまい。え、これさ、どこに乗るの。本棚には乗れないの。もっと耐えないといけないんだと思うよ、その。あ、早く行き過ぎじゃない。早いか、もうちょっと耐えますね、じゃあ。そうそうそう、右端にいっぱいいっぱい寄った時ぐらいに止まらないと。ちょっと待って、これ難しい。え、ちょっと待って。いや、さあ待って、はい。おー、これさ、え、むずいぞ、やっぱ。待ってね、そろそろ行きます。はい、はい、え、あれ、下手になってる。やばい、ちょっと待って。あのね、ここね、ここ、ここ、わかる、みんな。壁ね。壁の、ここの辺ね、OK。あれ、私、どこ押せばいいんだっけ、俺。そっか、好きなとこ押してんだ。待って、1、2、3。はい。おー、うまい。2、え、あ、えぐいむずいよ。さあ。よいしょ。お、はい。あー、早いなー。はい。あ、ちょっと待って、ごめんなさい、間違えた。ちょっとやってみてよ、ここ。ないんだよな。ちょっと待って、俺も多分これ、マジむずいと思ってるから。あ、もう初手でむずいじゃん、これ。これ初手でね、あの感覚がね、あ、いいですよ、いいですよ。うわ、これやっぱガタってなってるわ。あー、惜しい。え、これちょっと突破できない可能性ですね。あのね、今まで教え、なんか紹介したアプリの中でトップレベルで難しいと思う、これ。これはあかんわ。なるほど。うわ、やっぱガタになってるわ。うわ、よっしゃ。うわ、え、待って、いけんのこれ。もう一回ステージ1からやってみます。いや、ちょっと待って。え、これいけなくない。これマジで無理じゃね。どうやってやるのこれ。あ、なんか今いけそうだったけどね。長押しとかで高く飛ぶとかじゃないですもんね、これ。おー、ナイスナイスナイス。何今の、何今の。ここから多分あれですよね、もうこれ飛ぶしかないじゃん。そう、で、縁にさ、乗るしかないでしょ。で、よいしょ。あ、ナイス。滑ったな。むずこれ、きつい。マジで。いや、これむず。よく私、さっきね、お試しでレベル1超えた。レベル1超えたかと思ったけど。こっからなんだよな。ジャンプすぐでしょ。あー、落ちる。ちょっと、ナイス。あー、ここにね、このチェックのところに行ったらゴールなんですよ。あ、そうなんだ。そう、あそこに乗ったらゴールです。ナイス。わ、いけるいける。あ、落ちなければ。あ、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 危ない。あ、いいのね、ありなのね、乗らなくてもいい。よし、じゃあお願いします。えぐいって。レベル上がったら渡すっていう。あ、あ、ちょっと待たなきゃいけないんだ。なるほど。やばい、本当に。でもこれはね、これでもちょっとハマりません、この難しさ。わかるわかる。これはね、ハマっちゃう難しさ。むずふっとして、ふ、あ、間違えた、そうだ、ちょっと粘んない。やっぱね、ちょっとダメだ。よし、
1、2、3、はい、ダメだ、1、もうちょっと、もうちょっとだね、もうちょっと頑張りしないで、1、2、3、2、2、3、3、2、3の4、2、3、なんで、あ、もうちょっと、椅子は椅子で粘んなきゃいけないっぽいね、1、2、3、あ、ちょっと早かった、何食べなきゃいけない、もうちょっと、1、2、3、2、2、3、3、2、3、 OK、 1、2、3、早いな、早いな、はい、1、2、3、2、ちょっと遅かったな、趣味やだね、1、2、3、2、2、3、おお、いい、食べ、あー、ごめん、忘れてた、ちょっと言ってよ、みんな我慢できねー、我慢できねーだー、これあー、はい、惜しいんだよ、おー、じゃあ、いけんだ、あれ、なるほど、いけそうな感じありましたよね、今ね、あれでもいいんだ、よくてもね、あー、ニヤニヤしちゃう、ニヤニヤしちゃう、これ、いや、もうちょっとですよ、もうちょっと、いいよね、グッと、はい、ここ、ここ、お、うぃしょ、我慢する、うぃしょ、お、はい、なんでやな、うなになに、今、ほら、なんか分かんないけど、やった、粘った、粘った、やった、今はちょっとしないですね、これ、なんだろう、これ、ちょっと、じゃあ、次まで行って、あすか、じゃちょっとこっちやってください。ちょっと待って、俺は、ああ、なるほど、そういうものね、あ、やっぱこう傾きね、わかるわかる、あ、すごい、俺は理解した、あーなるほどね、そこか、いやでもうまいですね、もう理解されてますね、掴んでて、これは、なるほどですね、あ、危ない、え、すごい、え、ちょっと待って、こんな簡単にいかない、本当は違うんだって、あ、でも掴んでるじゃん、あれ、私上手くなってるかもしれない、あ、粘ったね、ちょっと待って、はいはいはい、あ、はいはい、え、待って、やっぱ基本はぴったり合わさんないとダメなんだ、そうですね、難しいな、まあ、さっき上手くいったのに、1、2、3、なんで、あ、痛い痛い痛い、ここはもうちょっと最後までずれていいみたい、ギリギリまでね、そうだ、ギリギリから止まらないと、ちょっと届かない、これ基本ギリギリでジャンプするといけるかもしれない、そうギリギリね、結構ギリギリだ、はい、ほらね、ほらね、ほらギリギリ、うい、なんで、あ、これギリギリやんな、そこもっと我慢していいんだね、なんで、もっともっと、本当に落ちるぐらい、そうじゃん、お、ちょっと何、はぁ、はぁ、あ、いけたいけた、はぁ、はぁ、なに、あー、惜しい、これが終わったら、遅、これが終わったらね、みんな、はい、自分でやるんだよ、あ、いった、ちょっと、ちょっと、いったいったいった、いけるいけるいける、これ口に乗るか、なんで、あー、あー、無事やんだよ、はい、行きましょう、ここら辺はね、うい、っと、はい、お、チャンス、うん、あー、横になったか、ちょっと横になっちゃうのね、ちょっとね、横になっちゃうのね、ちょっと困るよね、さあ、はっ、ちょっと、これ乗ってほしい、さあ、乗った、おっと、ちょっと、お、お、なに、これどういうこと、どういうこと、やったー、やったー、うん、やった、これ超嬉しい、パパゾンさん、今日も面白いアプリでしたね、はい、そうですね、これはいわゆるあれですね、死にゲー的なやつですね、ですね、何回も何回も挑戦してこう感覚をつかんで、ね、ここだなっていうのをつかむっていう、うん、いやこれね、めちゃくちゃ難しいけどめちゃくちゃ面白い、え、そうだね、しかもでも15ステージしかないっていうのがまたいいですよね、いやでもね、俺多分10ぐらいからもうやばい難しさだと思います、やばくなっちゃう、もう動きがもうどんどん追加されるのかな、後半でやられるタイプが一番きついかな、確かに、うん、あとちょっとでクリアはね、本当に心のダメージがね、えぐいよ、はい、本当に、そうだよね、はい、でもね、楽しかったんで、ぜひぜひ皆さんやってみてはいかがでしょうか、はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました、チャンネル登録を忘れずに、それでは明日7時にお会いしましょう、いってらっしゃい。